疲れ様です。お疲れ様です。松原由美です。東京都出身です。ベストスコア68で、前半36でした。お、イーブンパー。はい。お、じゃあトップと2打差。本当ですか。はい。すごいなんかメンバーに恵まれてて楽しくなんかいい感じリラックスしてラウンドできてます。それは素晴らしい。はい。後半も同じように回れたらいいなって。同じように優勝できないんでアンダーで回ってください。はい。結果もがついてくるように、はい、アメリカ目指して頑張ってください。はい、頑張ります。優勝してポイントを獲得してアメリカに来てください。はい、わかりました。はい、頑張ります。頑張ってください。はい。佐久間夏実です。出身地は茨城県です。ベストスコアは66です。今日の前半のスコアは37です。ワンオーバー。まだまだ全然大丈夫。3打差。ちょっとパターがやっぱバーディーパットがなかなか入んなかったので、まあ後半はちょっとバカバカ入れていきたいと思います。頑張ってください。はい、ありがとうございます。一緒に目指して頑張ってください。はい、頑張ります。はい。はい。竹山ひろです。出身は青森県です。ベストスコアは68です。前半は40だったので後半はもう少し落ち着いてプレーできるように頑張ります。ガンガンピン攻めて、はい、後半は、びっくりアンダーで回ってください。後半はアンダー目指します。頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい。10番ホールティーショットです。松原由美選手、お願いします。前半イーブンパー、トップと2打差です。ちょっと左に引っ掛けていますがアンカー手前ラフです。佐久間夏実選手、前半ワンオーバー。よいしょ。フェアウェイの真ん中キープです。竹谷真宏選手です。前半少々叩いているので攻めのゴルフをしなくてはなりません。よいしょ。佐久間選手セカンド地点に来ております。残り182ヤード、ウッドを持ってます。ピンの右ちょっとショートでしょうか。あ、距離は足りてますが右にちょっとこぼれました。竹谷真宏選手、ピンに向かってます。飛んでます。ピンのちょっと右でしょうか。距離はナイスオン。ちょっと絡みました。ちょっとダフってます。距離が足りてません。10ヤードほどショートです。さあ松原由美選手、230ヤード。スライスラインのアプローチです。ちょっと大きめでした。佐久間選手、15ヤードフックラインのアプローチです。ちょっと右に出しすぎましたが距離的にはナイスアプローチで OK パーです。竹谷真宏選手、これをねじ込んで前半の借金を減らしたいところ。これも OK パーです。松原由美選手パーセーブなるか。
わからない。残念、ボギースタートになってしまいました。11番パー3、ドローヒッターにはティアナホールです。ちょっと左に出て左奥ラフまで行ってしまいました。まっすぐとね、ピンの左グリーン中央にナイスオンです。ナイスオン。本当やだね、このつま先。さあ、松原由美選手。これもグリーン真ん中に、グリーン左にナイスオンです。ナイスオン。左バンカーからうまく打ちました。あ、ちょっと大きい。なんとか1メートル2、30センチをねじ込みたいところです。約10メートルのバーディーパット、上りのスライスです。打ち切れるか、ちょっと弱いような。まあ、パーは問題ないところまで行っています。竹山宏選手、2ホール連続のバーディーパットです。今日のグリーンスピードは 8.8 フィートなので、スティンプメーターでかなり遅いので打たなくてはなりません。打ちましたが、なかなかこの上りの 8.8 フィートを打ち切るのは難しいところです。両名とも1メートル強のパットを残してしまいました。すみません、夏美選手サンディなるか。おー、ナイスサンディ、ナイスセーブ。ありがとうございます。ナイスアップアンダウン。ナイスセーブ。ナイスセーブ。3メートルパーでした。329ヤード、距離はありませんが、バンカーが2桁以上ある落としどころの難しいパー4にやってまいりました。各選手、このアゲインストの赤どういう風に攻めるでしょうか。佐久間夏美選手はドライバーを持っていません。選択したようです。竹山選手はドライバー、ちょっと右に外れてしまいました。右バンカーよりも右。大丈夫、見えた？見えなかったです。右帯ある。うん。松原由美選手もドライバー持っておりません。3番ウッドです。バンカーに入らないように
ラブ選択をしています。今度はちょっと左引っ掛け組の暫定球でした。バンカーでしょうか。佐久間夏美選手、上りの149ヤード。さあ、もうちょっとドローかかれ。ピンの右。ああ、ショート。ちょっとショートでした。約130ヤード上りになってます。松原由美選手。ダメです。ちょっと左に引っ掛け気味。グリーン左のバンカーに捕まってしまいました。竹谷選手、残念ながら OB でバンカーから、またバンカーに捕まって白鵬カントリークラブの穴にはまってしまっています。残念ながら第5打トップしてしまいました。ちょっと残念な結果になっています。さあ、松原由美選手、バンカーショットの落としどころが難しいところです。スライスラインです。いいところ落ちた。ちょっと大きい。はい、おお、ナイスバーディー。ありがとうございます。チップインバーディーでした。お見事でした。ありがとうございます。さあ、松原由美選手、パーパット下りのフックラインです。ちょっとフックの加減を読み切れませんでした。残念ながらボギーになってしまいました。ありがとう。